熱血コンサル基礎産業。JR 東日本一時帰休実施へ、会社発足以来初。いやー、来れないよね。もうやっぱ交通機関って結構厳しいのかな。1800人かね、賃金を支払いつつその休ませるっていうね。一時帰休ってすごいね。このぐらいの大きい会社が一時帰休って言ったら、今年 JR 東日本ってすごい赤字だったんだよね。5779億円の赤字で、オリンピックの関係でから海外からも人が来るってことが当面なくなったっていうところもあるから帰休させたっていうところなんよね。でもこれ実を言うと俺賢明な判断だと思ってるんだよね。で、今の人手だったら、まあ、会社が回るってことだったら、この帰休させてる社員っていらないっていう判断になるんですかね。いや、これなのね。実を言うと常々言ってるんだけど、人材って資産だから、固定費は資産だから、新しくこうやっぱり事業を起こしたりとか、そういう時にこう考えてもらったり、いろんな事業をさせたりする時にやっぱり社員って必要なのよ。だから見極めをするところまではちゃんと社員っていうのを確保しておく必要があるんだよね。だからまあ人ってやっぱり確保しておかないといけないというのが一つ。そうで、もう一つあるのよこれ。あのワクチン効果が多分俺は出るんだろうと思う、ね、みんな免罪符欲しいと思ってるんだよ。俺まだワクチン打ってないけどめっちゃ打ちたい今。だってワクチン打っていろんなところに行けるのであれば、それだけやっぱり行きたいところというか、行かなきゃいけないところ多いもんね俺たちね。そうやって考えるとやっぱり早くワクチン打ちたいっていうのもあるし、みんな思ってる人多いんじゃないのかな。今から考える人っていうのはコロナが収束するというか、みんなワクチン打っていろんなところに行きたい、必要に迫られてそういうことをやるっていう人が増えるから、そうなってくるとコロナの収束というか、上手に付き合ってインフルエンザぐらいになってくるんだと思うのよ。そうなってくるとまたこの人たちっていうのは、その本体の売り上げも戻ってくるし、この経験を生かして横展開を事業を考えるだろうから、俺絶対 JR がやった方がいい事業ってあると思ってて、 JR 北海道の動画でも出したんだけど、ハウスキーピング的なところとか、あの事務所を掃除したりとか、そういうふうな各沿線上のこう要は都市開発というか、そのいろんな企業を誘致したりとかね、そういうふうなことをやるような事業をやった方がいいのかなというふうに思ってるのよ。で、それも今までみたいに丸の内というかね、その東京都内だけをやるんじゃなくて、東京都のちょっと離れたところをやるのがいいと思ってる。これどうしてか分かるね。資産価値を上げたい。そう、そう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 、そういうこと。一人頭の使える要は土地の面積が広ければ広くなるほど地域振興になるのよ。これ中国の古典でもあるのよね。四季っていう本があって、四書五経じゃないわ、あの孫子五子っていうかな、五季、五に起きるって書く人がいるんだけど、この人が祖の国でやったあの経済政策がこういう話だったよね。王族をどん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 この外の方に出して、そこでこういろんな町を作っていくことによって、国民一人頭が使える土地の面積を広く持っていったらね、そうすると地域振興ができますみたいな。で、王様こんなそんなことできんのみたいな話になったんだけど、いやこれはやりますからってことで、ものすごい儲かる国になったんだよね。確かに広いゾーンが使えるようになると、その東京でもまだまだ田舎に近いようなところってあって、そこへやっぱりあのヘッドオフィス持ってくるような誘致をやったりとか、そのためにはやっぱり環境よね、環境をどうやって整えるか、住みやすい環境をどう作るかっていうところから考えると、その都心があってその離れたところが両方こう行き来ができるようになると物流が発生するから、だからその長い目で見るとかなり事業が安定してくるんじゃないかというふうに思う。俺みたいなんですらそう思うから、多分 JR 東日本の人たちっていう普通にそれも考えて実践してるとは思うんだけどね。だけどこれから多分ここはやるんじゃないのかなと。要はこれをもって何をやりますかって。三越の動画でも言ったけど、この要は物件を使って何をやりますか。この物件の価値を上げようと思うと、街づくりをどうやってやるんですかっていうところを考えて、それをやるためにはその金融が必要だから、お金集めやらないといけないよねっていうことで、自分のところで金融もやるようになったっていう考え方よね。だから JR 東日本もひょっとしたら金融やるかもしれないよね。で、まあスイカとかね、そういう関係も交通系 IC とかそういうのもやってるってことは、自分らでひょっとしたらノンバンクまで行く
どころか銀行を買収するとか、そういうこともひょっとしたらあるかもしれないのかなというふうに思います。